俺の名はモブオ。何の取り柄もない宇宙飛行士だ。無重力最高。やっぱり地球は青かった、そして丸かった。 F カップのおっぱいみたいだな。何言ってるんですか。立ってますよ。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。びっくりした、フラグちゃんか。宇宙では死亡率が格段に跳ね上がります。宇宙飛行士になるなんて典型的な死亡フラグです。いや俺は大丈夫だ。よけに自信満々ですね。だって俺は宇宙飛行士になるために血の滲むような努力をしてきたんだ。例えば？まあ勉強とか、それから無重力になれたり、あとは宇宙に行くためのトレーニングとかかな。一体どういうことですか。宝くじが当たって大金積んで土下座したら宇宙飛行士になれたんだ。まあ金さえあれば月に行ける時代だからね。前澤 P じゃないんですから。宇宙飛行士になるには、そもそも宇宙飛行士になるのはとても難しいんですよ。そうなの。そうです。自然科学系の大学卒業以上であること、長期間の宇宙滞在に身体的精神的に適応できること、英語で十分コミュニケーションが図れることは必須です。へえ。でも俺だって英語くらいできるよ。 I can do it! Yes, we can! 本当ですか? Hey, Mabuo! Would you like to eat lunch soon? A pie? いっぱい? Oh, yes! Okay, it's the best! Thank you very much! どうして意思疎通できてるんですか? 言語なんてもはや必要ないんだ。大事なのは心と心の会話だよ、フラグちゃん。 Thank you! This book is the best! もう読んだのか? それが心と心の会話。誤解だよフラグちゃん。宇宙での仕事、家庭は100歩譲ったとして、宇宙飛行士になったからにはちゃんと仕事しなきゃダメですよ。宇宙飛行士って宇宙に行くのが仕事だろ。主な業務としてはロボットアームを使った宇宙ステーションの修理、実験装置や資料の設置交換、そして船外活動や宇宙での実験などを行っています。なんだ、ただ浮いてるだけじゃダメなんだな。当たり前です。おいマボウ、船外活動の時間だぴゃ。そろそろ宇宙服に着替えるぴゃ。モブオさんも仕事の時間みたいですね。いいですかモブオさん、万が一船外で宇宙服が破れた場合、皮膚の水分と血液が蒸発して15秒後には意識不明、30秒後には肺が潰れます。肺？でもそんな運悪く宇宙服が破けるなんてあるわけないよ。でもこの命綱が切れると、モブオさんはあっという間に宇宙に飛ばされて宇宙ゴミの一員になっちゃいますよ。今俺のことゴミって言った？だからそんなことあるわけな。タコはさ、タコはさ、え、タコ、モブオさん後ろ後ろ、うわー宇宙人。タコはさ、モブオさん危ないです、逃げた方が。いや大丈夫だ、英語ができなくてもコミュニケーションが取れる俺だ。こいつを連れて帰って研究すればがっぽり儲かるはず。下心が漏れてますよ。ヘイ彼女、カワウィーネ、どこ住み？てかライムやってる？宇宙人ナンパしてどうするんですか。大丈夫だって、どうせ通じてないんだから。タコワサ、え、なんかめっちゃ照れてない？まるでゆでタコじゃん。タコワサ、グホワー、うわー、モブオさん、タイムスリープ。モブオさん、やっと目を覚ましたんですね。あれ、ここはどこなの？どうやらモブオさんは時空の歪みに落ちたみたいです。なんだって？時は銀河暦4649年。長年続く戦争は終結したが、燃えたぎる天の川銀河は混乱に陥り、密輸業者や宇宙海賊が跋扈し、帝国の手の届かない銀河辺境中域では無数の抵抗軍組織が立ち上がった。なんか始まったんだけど。どうやら宇宙戦争の真っ只中らしいですね。戦争？え、どういうこと？どうやらこれから敵軍との戦闘があるみたいですよ。これなんか巻き込まれてない？もしこの戦闘に不満がある者は今すぐこの船から追放だ。イエスおっぱい、全力で戦います。宇宙戦争なんて過去一の死亡フラグです。絶対に回収してみせます。なんでフラグちゃんまで熱くなってるな。総員戦闘準備。こうしてモブオの乗った戦闘艦はことごとく勝利し、最後のラスボスへと立ち向かう。今回の世界観はさすがに凝りすぎだと思いますよ神様。実は最近インギャラってゲームにハマっててね。知ってる？インギャラですか？インフィニットギャラクシー、通称インギャラは広大な宇宙銀河を舞台に繰り広げる戦略ゲームなんだ。
帝国軍と抵抗軍艦が対立している銀河を舞台に、プレイヤーは指揮官として銀河の平和を取り戻すため戦うんだよ。なんだかワクワクしますね。ゲームでは30種類以上の宇宙船を作って艦隊を組み、搭乗員を集めて敵の機関や戦闘機と戦うこともできるんだ。これは死亡フラグが乱立しそうです。敵を倒したり攻勢を調査したりすることで獲得できる資源を集めて、拠点の設備をレベルアップして強化することだってできる。あとは連盟に参加して他のプレイヤーと協力し合うマルチプレイもおすすめだよ。圧倒的なグラフィックで繰り広げられる宇宙戦略ゲームインフィニットギャラクシーは動画の概要欄からダウンロードできます。皆さんもぜひプレイしてみてくださいね。で、今回はちゃんと死亡フラグは回収できたのかな。はい、それか。ラスボスってこいつなの？タコさん、もっとこんなのとかあったでしょ。なんだかモボさん、あの宇宙人さんに好かれているみたいですね。え、あんなオスかメスかわからない軟体動物ごときが俺よ。なんでわかるの？女の勘ってやつです。ここで立ち止まっても仕方ない。お前、よくもさっきは俺を殴り飛ばしてくれたな。たこ焼きにしてやる。うわそこはちょっと、あれ、前もこんなことあったような。どうやら人体改造されちゃったみたいですね。タコワサーブキューガータコワサー。そしてモブオは新しい人生、いや、タコ生を送るのであった。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。